アーサー・エム・サックラー・ギャラリー入り口。アーサー・エム・サックラー・ギャラリーは、アメリカ合衆国首都ワシントン DC の中心部にある、ナショナルモールに位置する、地下の展示が、主体の博物館。スミソニアン博物館群の一つ、古代のアジア、中東諸国の作品展示が主である。地下で、フリーアンド、サックラー・ギャラリー等と統合して称されることもある。 アーサー・エーム・サックラー・ギャラリーは、ニューヨークの医療研究者であり医学関係新聞の発行者でもあったアーサー・エーム・サックラーから受けた400万ドルもの寄付金で建てられ1987年に開館し、およそ1000点の寄贈作品群を収めた。建造物の名称はその名の通り作品を贈呈した、本人にちなむ。 寄贈されたものはほぼすべて中国の古代美術やイスラム文化の資料をはじめとするアジア諸国の作品である。特にインドの彫刻、中国の壺や図画などの骨董作品が数多く、一方で古代王朝の彫刻やチベット、日本の絵画なども展示されている。サックラーレクチャーの創設者として名高い、レイモンド・アール・サックラーは弟である。入場無料。隣のフリーア美術館とは、 地下界の展示通路で両方を行き来できるようにつながっており、また両建造物における責任者、並びに学芸員なども共通である。また展示する作品の趣旨もフリーや美術館と同じであることから、故障や開館時間等の運営に関わる事柄が統一されることもある。事実、公式ページはフリーや美術館との共同サイトとなっており、 会員団体もフリーや美術館との合同のものである。入り口はスミソニアン協会本部の入り口南に広がる庭園に面している。滑らかな石の建築が施されているエントランスから筒抜けとなっている地下の展示室へ入る作りとなっている。学芸員による館内ツアーも地区一行われているほか、家族一体となって参加できるプログラムやワークショップなどのイベントも充実している。 また展示では2006年初頭に葛飾北斎の作品展が行われた。現地では教育プログラムを援助するインターンシップやボランティアも募集されている。インデペンデンス通りという通りに面し、キャッスルと呼ばれるスミソニアン協会本部建物に近接している。最寄り駅はワシントンメドロの L ・アンファンプラザ駅かスミソニアン駅。ありがとうございます。